お元気ですか？ペルシアンと申します。今回は 2020BBM ベースボールカードセカンドバージョンの今度は後編を動画上げたいと思います。ぜひよろしくお願いします。前半の時は、始球式で柳葉敏郎さんの限定のカードが出ました。今回はね、後編もね、ぜひね、ぜひとも直筆サインカードを出したいと思ってますのでね。ぜひ、ね、よろしくお願いします。それではいきます。後編と袋目です。いきなりねクロスブロッサムから来ました。背番号19山岡大輔投手でございます。福岡ソフトバンクホークス背番号51上林誠二外野手でございます。埼玉西武ライオンズ背番号16今井達也投手でございます。で、こちらが阪神タイガース西勇輝投手のカードでございます。でこれが始球式のカードでございます。2005年の時の、安藤美希さんの始球式カードですね。で背番号31、阪神タイガースジェフリー・マルテ外野手のこれが銀箔サインカードですね。でこちらがですね、広島東洋カープ背番号2田中康介内野手でございます。中日ドラゴンズ背番号57、これがアリエル・マリシウス内野保守でございます。続いて2袋目開けたいと思います。これが東北楽天ゴールデンイーグルス背番号3浅村秀人内野手でございます。千葉ロッテマリーンズ背番号0荻野貴司外野手でございます。オリックスバファローズ背番号42アデルリン・ロドリゲス内野手でございます。背番号42で始球式カードですね。1996年の時のこれが飯島直子さんの時の、始球式カードでございます。で背番号14広島東洋カープ大寺大地投手のカードです。阪神タイガース背番号50青柳晃洋投手のカードです。でクロスブロッサム、こちらは背番号41中川晃太投手でございます。こちら中日ドラゴンズ背番号5阿部俊樹内野手です。続いて3袋目開けたいと思います。背番号28東北楽天ゴールデンイーグルス酒井智弘投手でございます。同じく東北楽天ゴールデンイーグルス背番号8辰巳亮介外野手です。千葉ロッテマリーンズ背番号79、レオネス・マーティン外野手でございます。阪神タイガース背番号22これが藤川球児投手のカードとなっております。で始球式カードですね。2015年、時の相川翔さんの、ね、始球式カードでございます。で、こちらがですね阪神タイガース背番号8福留孝介外野手です。読売ダイヤーズ背番号88ヘラルド・パーラー外野手でございます。で、中日ドラゴンズ背番号66ダヤン・ビシエド内野手のクロス・ブロッサムでございます。続いて4袋目開けたいと思います。
クロスブロッサム来ましたね。東北楽天ゴールデンイーグルス背番号35、島内宏明内野手です。同じくクロスブロッサムですね。これが千葉ロッテマリーンズ背番号7、福田周平内野手でございます。オリックスバファローズ背番号10、アダム・ジョーンズ外野手です。で、広島東洋カープ背番号14、大寺大地投手のこちらが赤白サインカード付きでございます。見えますでしょうか？赤白でございますね。で、こちらがですね、25分の9でございます。で、続きできます。背番号33、横浜 DeNA ベイスターズ、音坂とも外野手でございます。横浜 DeNA ベイスターズ背番号20、坂本優也投手でございます。阪神タイガーズ背番号31、ジェフリー・マルテ外野手でございます。クロス・ブロッサム背番号88、ヘラルド・パーラー外野手です。以上でございます。続いて5袋目開けたいと思います。またクロスブロッサムから始めますね。背番号5、埼玉西武ライオンズ外崎中太内野手でございます。北海道日本ハムファイターズ背番号7、西川春樹外野手でございます。東北楽天ゴールデンイーグルス背番号3、浅村秀人内野手でございます。でこちらがですね、福岡ソフトバンクホークス背番号1、内川誠一内野手のカードでございます。始球式カードが出ましたね。2008年の時の、福田沙紀さんの時の、始球式カードでございます。で、横浜 DeNA ベイスターズ背番号23、タイラー・オースティン内野手でございます。でまたクロスブロッサムですね。阪神タイガース背番号7、糸井嘉男外野手です。で読売ダイヤンズ背番号0、増田大輝内野手でございます。続けていきます。これ 6袋目いきたいと思います。阪神、失礼しました、福岡ソフトバンクホークス背番号44、リック・バンデンハーク投手でございます。埼玉西武ライオンズ背番号5、外崎修太内野手でございます。同じく埼玉西武ライオンズの、源田壮亮内野手でございます。で読売ジャイアンツ背番号13、戸郷翔征投手でございます。中日ドラゴンズ背番号42、トイロ・アルモンテ内野手でございます。中日ドラゴンズ背番号8、大島洋平内野手でございます。広島東洋カープ背番号33、菊池涼介内野手でございます。東京ヤクルトスワローズ背番号12、石山大志投手でございます。石山大志ですね。1、2、3、4、5、ね、続いて7袋目開けたいと思います。福岡ソフトバンクホークス背番号28、高橋礼投手でございます。クロスブロッサム背番号5、埼玉西武ライオンズ外崎修太内野手でございます。北海道日本ハムファイターズ、背番号38、石井和成、内野手でございます。
ックカードですね。背番号6、坂本勇人、ね、が内野手でございます。のカードですね。で、北海道日本ハムファイターズのチェックリストでございます。東京ヤクルトスワローズ背番号31、山崎幸太郎外野手でございます。横浜 DeNA ベイスターズ背番号53、スペンサー・バットン投手でございます。東京ヤクルトスワローズ背番号11、奥川康信投手でございます。以上でございます。続いてね、8袋目参りたいと思います。背番号29、オリックスバファローズ田島大輝投手でございます。クロスブロッサム背番号5、福岡ソフトバンクホークス松田信弘内野手でございます。中日ドラゴンズ背番号17、埼玉西武ライオンズ背番号17、松本航投手でございます。失礼しました。こちらが東北楽天ゴールデンイーグルスのチェックリストでございます。横浜 DeNA ベイスターズ背番号3、梶谷貴之外野手のカードでございます。中日ドラゴンズ背番号28、梅津広大投手でございます。広島東洋カープ背番号7、堂林翔太、ね、内野手でございます。中日ドラゴンズ背番号66、ダヤン・ビシエド内野手でございます。続いて9袋目開けたいと思います。こちら埼玉西武ライオンズ背番号14、増田達志投手でございます。北海道日本ハム背番号27、ニック・マルチネス投手でございます。東北楽天ゴールデンイーグルス背番号8、辰巳良介外野手です。で、東北楽天ゴールデンイーグルス背番号3、浅村秀人内野手のカードでございます。で、横浜 DeNA ベイスターズのチェックリストでございます。東京ヤクルトスワローズ背番号11、奥川康信投手のカードです。横浜 DeNA ベイスターズ背番号1、桑原正幸外野手です。で、阪神タイガース背番号22、藤川球児投手となっております。で、いよいよラスト10袋目です。開けたいと思います。クロスブロッサムですね。クロスブロッサム背番号15、三馬学投手でございます。千葉ロッテマリーンズです。で、こちらがオリックスバファローズ背番号30、 K 鈴木投手でございます。で、クロスブロッサムです。背番号19、オリックスバファローズ山岡大輔投手でございます。千葉ロッテマリーンズ背番号12、石川歩夢投手でございます。こちらブレイキングワオですか、背番号23、こちら湯気隼人投手のカードとなっております。阪神タイガース背番号8、福留孝介外野手です。中日ドラゴンズ背番号17、柳裕也投手です。で、広島東洋カープ背番号42、クリス・ジョンソン投手となっております。以上で、2020BBL ベースボールカードセカンドバージョンを終わらせていただきたいと思います。で、やっぱり注目はですね、この大瀬良大地投手のね、あの赤白のねサインカードでございます。このね、
あのベースボールカードはね、チケットサインカード出すって本当に難しいんですよ。で、前にも動画あの開けたかどうか忘れちゃったんですけど、開けてないですな。あの前に阪神時代のあの中田投手のカードを出したことがあります。今は阪神タイガースですけど、当時ソフトバンクホークスでしたかね。それを上げてますね。で、またね、くじけてね、また直筆サインカード目指してね、また挑戦し続けていきたいと思います。今回はね、久しぶりのね、プロ野球開封動画でございます。ね、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼いたします。ベルシアンでした。